丹波大阪の GK 東口、GF 三浦、MF 井出口と倉田の日本代表組4人が明日18日のアウェー川崎 F 戦で先発する。写真、駅長制服姿の倉田修16日に帰国して練習に合流し、報酬遠征で2試合とも。先発した井出口は別メニューだったが、川崎 F 戦は4人とも大丈夫、と長谷川監督。代表戦で出番がなかった倉田は骨折している右足小指の状態について、ちょっとずつ良くなっている、とし、悔しい気持ちを出したい。